wanna play? はい、じゃあ、カンパイ。皆さん、どっからホラーに目覚めたのかな？から入ったか。何やったかな？僕、デートに行きたかったからホラー映画見たんですよ、確か最初は。なぜか俺はホラー映画に行かなきゃって思い込んでて、うん、女の子とデート行くときに。で、その時もまだこういうの苦手だったから、もうこれはゾンビとバタリオン見るしかないって思って、借りてきてみたら面白いな、これって。結局、デートには行ってないんですけど。予行練習だけ。予行練習良かったです。自分はなんかそのメタル系が絶対エンドロールで流れるっていうのって、それで満たしたんですよ。特に80年代多かったですね。もう大体ヘビーメタルかハードロックの曲が流れて終わるっていうのが、テキサスチェーンソーぐらいまではちゃんと出てたのかな。それから先はなんかこう逆にこうエンドロールはなんかこうキャッチーなやつとかになったからなんだこれ。それから見出したんで、とりあえずなんか面白そうだったら見るみたいな。うん、初めて買った DVD はレーゲンドーシやったかな。 あれはもうレーゲンドーシはやっぱ名作ですよね。私何を買ったんだろう、もう覚えてないやん。イレーサーヘッドかな。覚えてる、とんでもないやつきますね。でも再生してないんですよ、ちょっと私レンタルで一回何にも知らずに借りて、本当に何の前情報もなく知らずに見ちゃったんで、あまりにも衝撃的すぎて、うんうん、なんか膝が震えて立てなくなっちゃったんですよ。でまた見ようと思って買って初めて買ったんですけど、再生できなくて、どうしても。 あれ意味難しすぎません？そう、あの意味はよく分かんなかったんですけど。ですよね。でもここら辺もう数作、うん、ただこう全部こけてます。何ですか、ただこっていうか、あのシリーズは最初でやめればよかった、ね、リングと螺旋ぐらい。そう、リングと螺旋だから、このぐらいくらい、それくらいでやめておけばよかったのに。劇場例とか黒百合団地とか、黒百合団地自体で前田敦子は悪くない演技だったと思うんですよね。あ、そうだ、黒百合見たことないんだよな。いや、それこそ話がダメなんで。それ言ったらもう一番絶対見よう。演技の人たちが上手くてもなんか話がおかしい。内容が、いやでもそれはしょうがないですよね。今の日本の映画ってそんなんですから。そう、絶対そうだと思う。だ、銀魂を見た時、マスター確かオープニングの5分見たらもうやめたって言ってましたよね。はいはいはい、実写満載のなんか紹介みたいなのが、犬みたいなのが。いやでもあれ、まだアニメをこう実写にした中ではマシやったと思う。本当にマシやったと思う。もうハガレンとか死んでたし。ハガレン見てないね。日本の公園だったんですよ。どっからどう見ても日本の公園だった。お前はマスタングじゃねえとか思いながら。そうそう。でもこの前ジョジョが良かったって2人も出会ったよね。そう、あの思ったほど悪くなかったっていう。スタンド戦はなんか映像で見るとジョジョ好きだけど最後何もかかっちゃうの。でも風情状態は無理だって。せめてもうちょっとこうバルクアップしてしっかり体作ってほしかったです。あんな線の細い俳優じゃちょっと。一番ダメなのはもうドラゴンボールと北斗の拳の実写だ。ドラゴンボールこれも伝説だけでね。もう北斗の拳とかどんだけケルシロ弱いとよと思って。ドラゴンボールもそうやけど、あとなんかあれもあったりするね。別の何だったっけ、スト2か。あ、スト2ね。スト2もなんかザンギエフ激似だったですね。それぐらい豪気っぽいけど白人なみたいな。あれ見た、見てないですけど、ジャッキーチェン出てきてます。ジャッキーチェン出てきて、ジャッキーチェンがやったのに。あ、シティーハンター面白かった。シティーハンターの時にコスプレでチュンリーを役した。あれは笑ったけどな。一緒ってことだよ。足の太さだけにして。その後に出たスト2のレジェンドのチュンリーってのは本当つまらないクソ。びっくりするぐらい面白くなかったです。神さんが土地でもう帰ろうよって言うのか。バカ野郎って、面白くないの最後まで見るのに価値があるんだ。達成感が払った銭は取り戻すぐらいの、ね、面白くない映画研究家としてはそこまでしっかり見ないとダメだ。ビルマン実写ご覧になった？
デビルマンは涙流しながら見てましたね。なんで俺これ買ってきたんだろうって。てかチョイスがデビルマン、ひどいひどいっていうか、途中で突っ込む元気がなくなってくる。最初の5分はよし突っ込もうって思うんですけど、1時30分過ぎたら嫌になるんですよね。あれでもあれボブサップの変身シーンは見どころありますね。逆に言ったらボブサップしか見どころないです。ボブサップは何役なの？ニュースキャスターの役で、なぜか日本のニュースをボブサップがキャスターしてるっていう謎展開だったですね。アニメ実写はもうちょっと考えんと。そうね。でも東京グール俺好きだった。ああそう、東京グールあの設定から嫌だから。もう最初の設定からおかしいから、うん、もう最初から見たくない感じがします。どんな設定なんですか？人間とコーヒーしか飲めないミュータントがいるんですよ。その人が日常生活してる。だからこの人がそのグール。グールかもしれない。だったらもう餌なんですよ、この4人は。いつ食われるかわかんないのと、日常生活を送ってるっていう設定自体、なんか違いますね。してるじゃないですか。そんなもん縄文時代にいたらみんな人類死んでますよ。歴史的観点を持ってきたんですね。最初の設定は良かったのに尻すぼみしたのがヒーローだった。ヒーローどっちの？アイアムヒーロー。漫画の。漫画どこまで見たの？全巻です。最後まで見たの？もう立ち読みで最後。後輩したところまで。もうなんだこれ。ただのサバイバルじゃねえかよ。あ、映画はよく面白かったよね。映画は面白かったですね。なんか物語が怖かったのはやっぱりマウスオブマトリス。あれはもうストーリーがもう最終的に見た後に、え、このビデオ持ってそうなのと思うんだよ。オチがなんかすごすぎたな。あと猿に噛まれたやつと、猿に噛まれたのがおばあちゃん、違うな。ごっちゃなってるな。これはブレインデッド。ブレインデッドが面白かったね。ブレインデッドも僕は一番好きですね。あの赤ちゃんがなかなかもう。これがたまらなく良かったです。しかも結構俺が気に入った女の子がそんなのだから。ああはいはいはい、あのメガネの。その子殺しちゃうのと思います。意外な殺し方のオンパレードであれは良かったですよね。こういった話聞くと、あ、そういう映画があるんだとか、いろいろ次見てみたいのが広がりますね。